トゥリー・ロリンズはフロリダ州ウィンター・ヘイブン出身の元バスケットボール選手。NBA の5チームで合計18シーズンプレーした。トゥリーは本名ではなく登録名。NBA のブロックショット部門でベスト3になること6度、1982から1983シーズンには NBA トップの成績を挙げた。クレムゾン大学に入学した7フィート1インチ。 二百七十五ポンドの長身だった彼は九百七十三年から九百七十七年までの四シーズンクレムゾーン大学でセンターとしてプレイ、リバウンド、ブロックショットなどディフェンスの能力に優れたものを見せた九百七十七年にアトランタホークスに入団九百八十八から九百八十九シーズンよりクリーブランドキャバリアーズ、デトロイトピストンズ ヒューストンロケッツを経て1994から1995シーズンには、オーランドマジック控えセンター及びアシスタントコーチを、兼任し2年目のシャキール・オニール、ルーキーのアンファニー・ハードウェイと共に NBA ファイナルに、チームを導いた。1995年に現役を引退したとき、アキーム、オラジュアン、カリーム・アブドゥル・ジャバー、マーク・イートンに次いで、 NBA 歴代4位の2542ブロックショットであった。また6750リバウンドの数字を残している。彼は現役時代、ザ・インティミデーターの愛称で呼ばれた。1995から1996シーズンより1000人のアシスタントコーチとなり、1999から2000シーズンには、ワシントン・ウィザーズ、2000から2001シーズンから2年間は、 インディアナ・ペーサーズのアシスタントコーチを務めた。2002年には NBA デベロップメントリーグのグリーンビルグルーブのヘッドコーチに就任した。2004年には ABA のケンタッキー・カーネルズのゼネラルマネージャーとなった。2006年にはワンバのワシントン・ミスティクスのアシスタントコーチに就任。シーズン途中で辞任したリッチ・アダバトヘッドコーチの後任として2007年6月1日に 暫定ヘッドコーチに就任17勝14敗の成績を残した。2008年7月19日、シーズン8勝14敗となり、プレイオフ出場権に2.5ゲーム差となったところで、辞任した。2シーズンで残した25勝28敗の成績は、ミスティックス史上2番目に良い成績であった。ありがとうございます。